ちょうどいいところに。マリーさん、その様子もしかして。そうなんです、ついに試作品が完成したんです。それは良かったですね。でもまだ完成したわけではないですね。ええ、とりあえず形にして動くかどうかだけを確認した状態です。それでちょうど今からもっと細かい確認をしようと準備をしていたところだったんです。そうだったんですか。ちなみに今はどこに。これです、名付けて生きてるゴミ箱かい。おお、これが。でも生きてるゴミ箱かいって。シャルロッテから聞いたレシピを改良したものですからね。発案者への敬意を表してこう命名したんです。なるほど、そういうのって大事かもしれませんね。ささ、早速動かしてみますね。掃除を始めてちょうだい。おー、自動で動いています。しかも拭き掃除もしてくれるなんて。ええ、そこにモップをつけたんです。拭き掃除もやってくれた方がいいですもんね。本当につけたんですね。うんうん、順調順調、これなら大丈夫ね。あれ、何の音だろう。あのマリーさん、あのゴミ箱かなり大きなものまで吸ってませんか。え、嘘、ちゃんと大きさを調整するフィルターをつけてるはず。うわ、まずい、フィルターが吸い取られた。大変ですよ。あ、調合したばかりの薬が。あ、そんなものまで吸っちゃダメ。あ、そっちはネリケさん、止めるの手伝って。あっちの方には爆弾が置いてあるから、もし薬と混ざったら大変なことに。わかりました。ほら、ここから先に行っちゃダメですよ。このゴミ箱すごい力です。うわあ、こら、服を引っ張らないで。わあ、どうしよう、早く止めないと、このままじゃ何もかも吸い取られちゃう。わあ、ちょっとまずいですって。お願いだから止まって。この後、生きてるゴミ箱貝を止めた2人はアトリエの片付けで1日を終えてしまうのでした。